一番。視聴者の皆さん、あけまー。抜け駆けは、許さないのぜ、霊夢。なんだー、マリサ、来るの早いんじゃない？多分、霊夢と考えてることは、同じなのぜ。じゃあマリサも、一番に、新年のご挨拶を、しようと思ってたんだね。まあな。でも、霊夢が先に、来てたのぜ。なんだー、じゃあ一緒に、ご挨拶しようよ。視聴者の皆さん。あけまー。抜け駆けは、許しませんよ。さなえ、来ちゃったのぜ。お二方とも、集合時間よりも、1時間も早いですよ。そういうさなえだって、1時間早いじゃないのか？私は、おうほっほっほ、まあいいではないですか。1時間、早く始めることに、いたしましょう。それでは、改めまして、視聴者の皆さん、明けましておめでとうございます。そして、今年もよろしくお願いします。祝、全動画再生数、は、やらないの？やりませんよ。なんで？なんで？霊夢、今回は、趣旨が違うのぜ。趣旨？そうなの？今回の、座談会のお題は、二つ。一つ目は、新年のご挨拶。じゃあもう一つ目は、終わったの？二つ目のお題は、霊夢、舞台座談会の噂は、聞いたことない？舞台座談会？聞いたことないよ。あたしも、それ出たいよ。ねえ、なんなの？さなえ、舞台座談会って？すでに、2、3回開かれてるのぜ。あたし出てないよ。まあまあ霊夢、落ち着いて。二つ目のお題は、その舞台座談会に、関する内容なのです。そうなんだー、早く教えてよ。まあ霊夢、落ち着くのぜ。はい、落ち着きました。二つ目のお題は、S 連の舞台。眠れる森の者たち、アクト2発動、になります。アクト2、発動？なんか大掛かりなことでも、するのか？気になる気になる。アクト2の内容は、二つあります。一つは、称号制度の、正式採用。もう一つは、副隊長争奪制度の、採用です。なんだか難しすぎて、全然わからないよ。これからそれぞれ、詳しく説明します。霊夢は、よく聞いておくのぜ。了解だよ。それと、舞台員の方は、必見なのぜ。では、まず称号制度の、正式採用について、説明しますね。舞台員の方からの要望で、一部採用しておりましたが、基準を設けて、正式採用することといたしました。そもそも、称号って何なの？称号っていうのは、人間国宝とか、学士などの、呼び名のことなのぜ。へえ、そうなんだー。舞台の中では、上位ランキングに入った方に、称号を与えるのです。具体的には、総合、ハイスコア、指揮官、強襲、銃撃、支援、砲撃、狙撃、局地戦。それぞれ、両軍で、ベスト100以内に入った方に、称号を与えます。対象者の方は、隊長、または副隊長に、自己申告してください。その後、隊長より、称号を与えます。称号を与えられたものは、パイロットカードのコメント欄の、1行目に、称号、称号名、日付を記載してください。記載できる期間は、自起動称号者が、現れるまでとします。なんだかよくわからないけど、すごいねー。舞台員の皆さん、称号が取れるように、頑張ってほしいのぜ。より多くの方に、与えられるといいですね。続きまして、副隊長争奪制度の採用について説明します。これも難しくて、よくわからないよ。まだ、何の説明もしてないのぜ。そうでしたー。では、詳しく説明しますね。今まで副隊長は、決まった方に、やっていただいておりましたが、2014年からは、3ヶ月ごとの交代制を採用します。ただ
し、順番に交代していくのではありません。1週間の立候補期間と2週間の審査期間を設けます。どういう意味？つまりですね、今月1月12日から18日まで副隊長になりたい方に立候補していただきます。そして1月19日から31日までの2週間、立候補者同士で副隊長の座を争うのです。争う内容は大規模戦の対戦数とします。副隊長の席は4つ、対戦数の多い順に勝者といたします。審査スタート日の対戦数は若干のズレが出る可能性がありますので、立候補者全員の対戦スタート数を舞台イベント掲示板に告知いたします。告知した数字がスタート数になることをご理解ください。なお副隊長争奪続きは1月、4月、7月、10月を予定しています。副隊長在籍期間は2月から4月、5月から7月、8月から10月、11月から1月となります。また審査の結果4位と5位が同数の場合はチャットまたはメールにてじゃんけんをしていただきます。じゃんけんのやり方はその時にでも説明しますね。なお立候補の対象者は隊長を除く舞台員全員となります。ってことは現副隊長も立候補できるのか？もちろん立候補対象者になります。人によっては継続して副隊長という方も出てくるかもしれません。そして何よりもここが一番重要なのですが、称号制度、副隊長争奪制度は学業やお仕事に影響のないようご利用ください。姉さなえ、そもそも副隊長って何をするの？俺も気になるのぜ。副隊長の仕事は舞台の運営を隊長と共に決めていくのですよ。そうか、舞台座談会ってもしかしたら。そうなのです、舞台座談会っていうのは。何何？つまり隊長と副隊長がミーティングをすることを言うのぜ。そうなんだろ、さなえ。その通りです。じゃあ私は出れませんよ、やっぱり。まあ霊夢、こればかりは仕方ないのぜ。でも舞台座談会っていつやってるの？基本的には毎月第1日曜日の夜やっているのです。招待を組んでチャットで行っているのですよ。その時間にインできない副隊長はどうするのぜ？あらかじめメールでお題を送って意見を返信していただくのです。なるほどな、なるほどなるほど、というのが理想なのです。現在舞台座談会はいろいろな要素が絡みうまく機能しておりません。アクト2発動をもって全てがうまく機能できるように努力していく所存です。しかしなあ、さなえ、そもそもガンダムオンライン自体が長く続かないっていう噂も絶えないのぜ。そうなの？寂しいよそれ。霊夢もマリサもよく聞いてください。その件に関しては私たちがいくら心配しても始まりません。運営に頑張っていただくほかないのです。それよりも一プレイヤーとしていかに楽しむか盛り上げていくかを考えていきましょう。なるほどな、確かにそうなのぜ。楽しもう楽しもう。そのためのアクト2発動なのです。ガンダムオンラインは1周年を迎えました。私たちゆっくり実況も1周年を迎えたくはありませんか？迎えたいよ。1周年と言わず2週3週と行きたいのぜ。うんうん。でしたら霊夢、マリサも今年も力を合わせて頑張っていきましょう。了解だよぜ。ところでさなえ、正月からラルさんには振られたのか？
違いますよ。ラルさんは今、お兄さんのところに、行っているのです。唯一の、肉親ですからね。そうなのか、俺はてっきり、喧嘩でもしたのかと思ったのぜ。私が、ラルさんと喧嘩ですか？するわけないじゃないですか。おほっこ、したのか。さあさあお二方とも、そろそろ、お開きのお時間ですよ。したんだ。喧嘩。それでは皆さん、この辺で。ご視聴ありがとうございました。したんだ。喧嘩。しつこいですよ、おほっこっこ。